エンジョイパチンコライフ。ビーマート TV をご覧の皆様、おにぎりをパンに挟みます。はい、というわけでビーマート TV のロリコンポンガと渚でございます。本日は第3回目の屋形船の撮影ということで、千葉県柏市にございます日の丸新柏店さんに来ております。はい、日の丸新柏店さんはですね、新柏駅からもうめちゃくちゃ近いので今日は来やすかったです。はい、そして、今回で第3回目の、屋形船の撮影ということなんですが、単純に、スロットで言うと、寝台のマクロスフロンティア2あたりの、天国を狙いつつ、ちょっとダメだったらパチンコの先を打ちたいと思っております。はい、今日はもうキモタとかね、そういうの捨てて頑張ります。今日から本気出す。では、早速行ってまいります。はい、じゃあ行きましょう。回転しました。よーし、頑張るぞ。ありがとうございます。はい、狙っていたマクロスフロンティア2。よし、さあどうしようかな。端っこ、端っこにしますか。はい、というわけで、僕が選んだ台はマクロスフロンティア2。朝一はこちらで実践していきます。はい、それでは、早速マクロスフロンティア2で実践していきます。設定変更時は20% で天国モードを行くので、まずはそこに期待したいですね。もう本当今日はあんまり萌えとか 言わないで割と真剣に打たないと、もう今後の僕 の仕事にも影響してくるんで。さあ追加投資、結構回りますね。今100枚で84回転回りましたよ。まあ、CB の、まあ、引きの偏りもあるんですけどね。これだけ回ってくれると、ね、ゲーム数での ART 抽選ありますんで、結構低投資でゲーム数に届く可能性あります。というところでまたこれか。チャンスチェリー、ごめん飛ばす。お、なんか豪華。今なんか派手なステージでチャンスチェリー引いたんで、もう期待しちゃう。はい、お、デカルチャンス入りました。よし、95ゲームデカルチャンスいきます。すっごい派手な音だな。いきますか。よし、レベルアップ。ああそういうことか、1000ポイントでレベルがアップするのかな。はい、お、レア役。お、ここで強チェリー103ゲーム。これなんか、これなんかあるでしょう。まだ行くな、まだ行くな。うわー、緑で発展と。ダメ。あー、あの強チェリーはどうなったんですかね。ボーナスもなかったって。お、追加投資。127ゲーム8点。お、赤文字です。これエピソードファーストマニューバー、これあるよ。もうね、すっごいね、本当は語りたいんですよ。語りたいけど我慢する今日は。
大園さん、今日押します。あ、復活しましたね。ミシェルさんが来てくれました。うわ、すげえ鳥肌立ちますねこれ。133ゲーム。さあボーナス確定。でこのボーナス確定画面に設定示唆が あるそうで、ランカだと偶数示唆、シェリルだと奇数示唆で、2人がいるとなんか高設定の期待が持てると、まあ、そんなに過度の期待はしちゃいけないのかもしれないですけど、投資は200枚。よしよし、まずはまあ低投資で引けたんでよしとしましょう。これ狙います。これがダブルだと ART プラスボーナスなんですよね。よし、とりあえず151ゲームビッグボーナス。もう今日は必死ですよ。高確率になりましたね。早速ジャックチェリー。なんでいつもより必死かっていうと、でも分かると思うんですけど、ここで、ね、もう新人の僕なんぞがもうゼロ枚にしちゃいましたなんてことになったら、ね、どうなっちゃうんですか僕は。もうね、今後の仕事にも影響してきそうですし、先ほどシンさんからツイッターでツイート来たんですよ。出玉がクソだったらもう数年ネタにされるぞと。まあ、それはそれでちょっと美味しいのかもしれないんですけど、嫌ですよそれは。焦げたくないですよ。で今回はもうちょっとね、もうしっかり出して、まあ、来年とかはちょっと、まあ、ゆとりを持って臨みたいんで、今回はもう本当に萌えとか言ってらんないです。今200枚使ったんで、もう500枚ぐらいね、出玉確保できれば少し気持ちに余裕ができるんで、もうそれまではもう必死に叩きますよ。はい、お、なんかすごい音してますよ。これ揃う？おー、翼だ。よし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 、僕の必死さが多分この台に伝わりましたよ。よし、幸先、とりあえず ART これで突入します。お、最終ゲームスイカですかね。これはスイカ、これは弱スイカですかね。よし、ピック終わりました。140枚で青ならが揃ったんで ARD 突入です。音がでかい。スタンバイ。お、あれ、これスイカ滑ってこの緑7を狙うと、緑7の上下にスイカついてて、これ上だったら強水かなんじゃないかな。これなんかないの？例のやつですね。おわ、アルト君でした。まあいいか、行きましょう。
お、館長来ました。なんか今モードが落ちたっぽいところで、お、キョウチェリーです。これはキョウチェリーは確か上乗せします、多分。ですね、10ゲーム、とりあえず今203枚出たんで投資分は返ってきました。こっから今僕の出玉としては3枚プラスです。これこの ARP が終わってやめればプラスです。一応まあそんなことはしませんけど。さあラストゲーム、なんか来い、なんか来い、終わりかな。ARP70 ゲームで277枚まあこんなもんなんでしょうね。この出玉でもうねお金は使いたくないんで。おお、アイくん、これな、これチャンスなんだろう、わかりません。おお、あ、出撃チャレンジ、出撃チャレンジ、今日初めての出撃チャレンジですね。これは青7が揃えば ART です。まあそのままですね。これね、2、3個揃えて頼む。もう準備は万端ですよ。嘘、頼む。お、ここで待機。そう、はい、お、お、シェリルさん、あ、ラストゼロゲームで今日いけるかも。今日僕いけますよ、これいきましょう。さあ100ゲーム ART、 よし行きましょう。今度はアルト以外がやりたいですね、これ以外。そこ揃うとこでしょう。今回は上乗せゼロ、まあ、さっきのゲーム数引き継いでますね。さあ行きますか。はい、終わりました。これさっき当たり？あ、やっぱり当たりましたね。おお、ダブル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 、あー93枚お、虹、今多分ボーナス終了準備中。どういうこと、なんだ、よし、これは入ってたってことなのかな。さあ何も起きず50ゲームで終了です。さあさあさあ行きますか、行
かせないな。でもこうやってちょこちょこ引いて、こういつかでかい波を待つ、なんかそんな印象があるんですよね、この台。はい、お疲れ。おお、あ、これ出ましたね、今日初めてメドレーに。おお、もう一回もう一回もう一回。おお、きたー、ステップ4。これ究極グランボーナス。え、うおーおお、やってやったぜ。サマー2000分の1、勝ちましたよ。屋形船行きましょう。やった。僕今日初打ちですよ。やってやります。さあ行きましょう。やったー。ロリ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 、もうここは言わせてくださいよ。ロリ、この子に僕は嫉妬されたい、それだけ言わせてください。来ましたよ、これもう箱に入れましょう。よし、じゃあ行きますか。どうなるのかちょっと分かんないんですけど、行きます。かわいい。 いや、まさか初のメドレーステップアップで4段階いくとは思いませんでしたね。変身。20ゲーム、ベルで20ゲーム。あ、これリプレイ以外引かなければいいのかな。お、いいよいいよ。あ、これになると上乗せがしやすいってことか。よし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 、面白いっす面白いっす。なんかチャンス役引いてみたい。さあ7は揃いやすいのかな、どうなんだ。おおおお、ストック1個。あ、ゲーム数7000プラスストックもしやすいと。わーっとー、あ、はい、おい、2個目、面白い。揃わない時もあると。ラスト、いやー、面白かったですよこれ。トライアングルチャンス青の中2回とゲーム数が220ゲームと、平均200ぐらいなんですかね、どうなんだろう。お、枠が光ってます。おお、おーし、これ弱水か。よし、117ゲーム。おお、来ました、下段揃いでテレビライブ。よし、70ゲーム来ました。今液晶の表示で1000枚突破しましたね。お、そんなに来るもんじゃないよね。おおお、中断。おお、ビッグボーナスだ。お、着水下で激アツ。よし、当たりました。
すいません、目押し水。ちょっと調子乗ると、もう調子乗るとね、すぐこれなんだ。入りました。クライマックスチャレンジ。あ、行け。残念。バジュラッシュは行かなかったですけど、25ゲーム上乗せしました。よし、2000枚突破しました。よし、来たかな。よし、3000枚とりあえず。さあ最後どうなるか。あ、何もない。終わりました。あー、よかった、楽しかった。トータル1110ゲーム、3007枚。十分っす、十分。これでもうプラスですからね、完全に。で、ここからどうするかですよね、問題は。お、これまだあるんじゃないですか。久々だからちょっと見ましょう。開拓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 し、おう、レインボス。これまだストックがあったってことですかね。うん、多分そう。え、違うんだ、ボーナスでした。これ何ゲーム？お、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 アルト君出てきました。30ゲーム。これどうなの、どうなの？おお。多分30ゲーム出てきてから2ゲーム、32ゲームですかね。ART 確定しました。ピンク、ピンクで。あれ、今日初めてのレギュラーボーナスですね。まあレインボーとか来ればいいんでしょうけどね。はい、3136枚。まあまあまあ、でも ART は確定してるんで。今4連続アルト君なんで。ああ、こんなもんすか。おら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 。これでさっき失敗してる人ちょっと見たんですよ。はい、おお、そうそうそう。お、紫がある。お、これは強水化かな。おお、それは終わりだ。これは熱いんじゃないですか。よし、おお、おお、2連続弱水化。あ、いや、強水化だ。これボーナス不足しましたね。ランカだ。よし、20ゲーム上乗せまだありますから。いや、もう一回ランカで。おう、揃いました。最後に10ゲーム。これさっきとあれ合計ですね。さっきの合計90ゲーム。いや、十分十分。
助かった。あと23ゲームだったんでね。ないですね。トータル1310ゲーム。いや伸びた。3728枚。今2000回転ぐらい回したんですけど、2000ちょいですね。 ART1300 ですよ。通常がほとんどはまらず。はい、というわけで、マクロスフロンティア2実践しましたが、今ちょうど ART 終わって、ゲーム数も158ゲームですね。なんで出玉は出ましたし、まあ、ここがねピークかなと、勝手に予想つけて、ここで実践を終了します。お疲れ様でした。はい、というわけで獲得枚数が3889枚でした。やったぜ。いやでも先打ちたいな。いやスロットで出たから十分なんだけど、やっぱりねここ先がこの日の丸進化芝店さん先がね7台あるんだよ。とりあえず頑張ったからちょっとねご褒美出てもいいんじゃないですかね。ということでちょっとパチンココーナー見に行きます。よし、開いてる。これマックスタイプなんでなかなか当たりを引けるとは難しいんですけどね。じゃあ、決めました。先ほど打ったマクロスフロンティア2が、僕稼働台で高設定の挙動だったんですよ。で、まあ、パチンココーナーもそうだとはちょっとわからないんですけど、先の反対側の角の方が結構粘られていたので僕はこっち側の角の先で実践してみます。はい、それでは、パチンコ先で実践していきます。やっと打てるこの台。僕ね今年一番期待してる台が実はこの台なんだったんですよ。サキ、このサキのアニメ大好きで、もう出るって聞いた時にもうね。はい、ただいま実践が終了いたしました。はい、早速結果を発表します。最初、マクロスフロンティア2、まあ、スロットですねと、最後に、まあ、ちょこっとね、250枚ほど、パチンコの先を打ちまして、総投資の合計が450枚となりました。そして、回収したコインが3889枚ですので、3枚数3、プラス3439枚となりました。これ上出来じゃないですか。プラス3439枚ですよ。とりあえず僕は館船に乗せてもらえるんじゃないかなと、勝手に考えております。今日館船に参加しまして、この僕の地元の千葉で、実践させていただいて、なんともう記念すべきねあのフリーズを引きまして、すごいあの個人的にも思い出に残る収録となりました。すごく楽しかったです。なんで、次回の方これでだいぶ楽になったと思うので、ぜひこのままの勢いで2万枚を目指したいと思いますのでよろしくお願いします。はい、というわけで、ポンがお送りしました館船2014でした。ありがとうございました。